お疲れちゃんスラットです。今回もですね、暮らしライブやっていきたいと思うんですけど、今日はですね、こちらね、エリゴレデッキ使っていきたいなと思います。エリゴレがですね、今ね、多すぎて、てかもう強すぎて、使用率がですね、42% までね、上がりました。全カードの中で、一番高い。グラチャレでかな、多分グラチャレで 42% かーって感じかもしんないんですけど、そのグラチャレ6勝以上ぐらいになると、もうね、8割ぐらい。もう今ね、6勝から多分12勝までの間だったとしたら、まあ半分か、半分の1のもうほぼ、1回だけ違うね、エリゴレないでいけ、来るんじゃないかぐらいで、エリゴレしか来ないですね。はい、よろしく。というわけで、エリゴレしかいません。真面目にね、真面目にエリゴレしか使わないんで、エリゴレに勝つためにはどうしますかっていう話なんですよね。はい、エリゴレを使いましょう。エリゴレを使う中でも、今、エリゴレスパーキーとか、エリゴレネックネックが流行ってるんですけど、ライドラですね。最近ライトニングの使用率がですね、ないんですよ。はい、ポイズン出ました。みんなポイズン。みんなすぐポイズン使うんですよ。だから、ライドラで、スパーキーもネックネックとかも全処理します。ライドラ関係です。圧倒的ね。はい。OK。あ、ライドラもうちょっと働いて。こういう感電してからのライドラゲーが、はい。こういうことですね。もうライドラで、勝てます。ライドラを出しておくだけで、よいしょー、はい、圧倒的カードパワーですね。まあ、エリゴレを持ってない方が多分、グラチャレの序盤かな ?0 から6ぐらいに結構いるのか、まあ、あとはレベルが足りないとかかな。でも、ね、そっからね、エリゴレスパーキー、エリゴレネックネック、エリゴレみたいなのしかないんですけどもね、スパセルさん、セスか、なんかね、運営、てかなんかね、カードパワーゲーに最近クララがなっちゃってきてますね。なんか、もう形作ったら、なんかね、もう止まらないみたいな。前までは形作っても、そのうまくね、防衛、こうできるみたいな。防衛全然ね、なんだろ、形作られても、それをね、受けたらもタワー1個折れるとかあんまなかったと思うんですけど、最近ね、もうなんか形作っちゃったらもうタワー1個ポキーみたいな、ことになっちゃってますからね。なんかね、全部のカードの、パワーがね、強くなっちゃってますっていうね、愚痴をね、チームメイトの KOTA ってやつが言ってましてね。待て いや、でも、はい、あなたの滑舌が悪くて、ちょっとね、なんて言ってるか分かんないので、今からね、コダが言いたいことは僕が訳すんでね。はい、はい、お願いしますいや、マジで、まあ、エリゴレが強いのはいいとは思うんですけど、強すぎるんですよね。とりあえずね、カードパワーですね。なんで、ちょっとね、今後、どうにかそれが変わってもらうといいんですけど、一体一体のカードパワーが強すぎる、まあ、事案ですね。はい。もうこれはなんか適当に、課題作っとくだけで、まあ、いけるんじゃないかな。マジで今、脳死だった。本当に脳死すぎて、全く考えてなかったんだけど、よいしょ。ここ相手に3ハンド行くとか言ってますけど、3ハンドぐらいやるよって。4ハンドか。4ハンドぐらい全然ね。だって、こっちとらファルチとスパーキーとライドラがあるんですからっていうね。はい。はい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 。これスパーキー無双ですね。で、多分コウモリで処理していきますね。はい。プリンちゃんだけ、OK。プリンちゃんだけ処理してくれたらね、もうあとこれだって、もうつけるだけ。はい。え、つけまーす。で、これトルネでね、適当にこう、ライドラの感染引っ張りつつ、エリゴレのね、大事なところは、このね、ちっちゃいプッチョです。はい、来ました。このプッチョが、火力ね、一番高いんで、このプッチョが攻撃通るか通んないかで世界変わります。はい、お疲れ様でした。1試合目、今日。いえ。お客さん、今日4試合考える動画で。いえ。全部エリゴレ、エリゴレパーティー、エリゴレパーティー、エリゴレパーティー、エリゴレなんかだったから、多分全部エリゴレ来る。まあ、略すと、今日はね、グラチャで4試合やったんだけど、全部エリゴレだったんだよ。エリゴレスパーキー、エリゴレスパーキー、エリゴレスパーキーとなんかのエリゴレっていうことが言ってました。ありがとうございます。いや、マジでね、エリゴレスパーキーがもう多いんですよね。だからこそ、エリゴレスパーキーの、まあ言ったらエリゴレスパーキーに勝つには、じゃあエリゴレスパーキープラス、はい、メタのライドラっていう感じですね。マジで。なんでこのデッキがですね、今ウィンレート一番高いところまでね、頂点に来ちゃってます。なんでさらにこれをメタル、じゃあ今度はこの形の1枚ね、ライトニング入りみたいなね、
未来がね増えるんじゃないかなっちゅうやつですね。なんでもうメタにはもうその同じデッキに1枚メタカード入れたデッキがもうメタみたいなね、あんま言ったらゴミ環境ですね。マジでね、これはライドラで美味しくいただきたいですね。よいしょ。はい、でこれあれです、これにエリゴロをつけるだけでこの試合終わるんじゃないかっていう説。これね、ワンチャンノックバックしてタギがダクネに行ってスパーキーがそう生き残る奇跡。はい、奇跡という感じで、もうあとはねこのミニ残りだけで倒れるパーティーですね。いやマジでねこうなっちゃうんですよね。いやでまあカウンター来てもねハルシとか何でもあるんで、とりあえずゆっくり後ろから作っとけばなんとかなるでしょう。でこれトレネで終わりですね。はい、でまあゴーグハルチはねもう3コスねエリゴレシュパベジキつなげられるんですけど、まあつなげなくてもいいかなって、どうせこのハルチに相手は防衛したんだよ。はい、というわけで、もうねエリゴレ使っとけばなんとかなる環境になっちゃってますね。マルチだとねまた違うんでねいいんですけど、もうグラチャラとかクラチャラクソもんないですね今ちょっとね。マジで練習ができないんですよこっちとら。エリゴレをその今動画で使ってますけども、公式戦で使えないっていうのは僕結構いろんな動画でね言ってるんでね、もう僕たち練習できないんですよ。練習できるんだけど、そのエリゴ対エリゴレにな、対エリゴレの、なんだろう、戦い方ばっか身につけて、でも本番ではエリゴレ使用禁止なんでね、意味ないっていう。これがね、ちょっとね、苦しいんですよ、本当に。これライドラちょっと優秀だな。よいしょ、やばい。なんかちょっと、トリトニアが厄介ですけど、まあまあまあ。さすがにね。さすがにね、これもうだって、大丈夫でしょ多分、スパーキー来てもいいし。これ、トルネスパーキーで、よいしょー、おれ、はい、来た。勝ちました。といった感じで、まあね、あとはこれ、リゴレ出して、課題作ればもう一個戻せるよっていうわけですね。はい、もう、脳死。だからこれ、最近リゴレスパーキーとかいろいろ形ありますけど、もうこれ使えば、マジで、まあ、誰でもとは言わないんですね。言わないんですけど、何回かすればね、グラチャで10勝とか11勝までは誰でもいけるんじゃないかなと思いますね。まあ、12勝とかになってくるとね、ちょっとまた、たまたま相性悪いの引いたりとかもありますし、大変ですけど、いやー、そうですね、ちょっとつまんなくなってきてますね。で、ボノスの、KOTA が言ってたんですけど、負け全部ナフリ。いやマジで僕はそういうの思わないんですよ。別に僕はマジでこう一日でねクララたまにやってない日、例えば、まあ、友達とね遊び行くとかあるじゃないですか。まあ、僕は日本あ今韓国だからないですけど、日本に行った時に、まあ、友達とねこう遊び行って一日の間でクララがあんまできない日があるじゃないですか。たまにね。そしたらうわクララはやりてーってもう自然にねクララはやりたくなってくるんですよね。もう少ないと。なんか飽きるとか、はそんななくて、なんかもうやってないともう、クララやりてえやりてえってなってくるタイプなんですけど、もううちの KOT はなんかもうね、違うんすよね。もう、クララおもんねえ、マジで。なんか考え言ってねえ。あとまあ人によってね、そういうのあると思うんですけど。あ、待って、やばい。これごめんなさい。寝てる。うちのファルチ強えわ。うちのファルチは強いですね。よいしょ、お待って、これ、さらにうちのファルチが。よいしょ、これワンチャン一発入るよ。あはいけ、気合を見せろ。あは気合が足り、お前、コタかよ、マジで。ちょっと、お前、ああ、ほら、そういうこと言うんですよ、うちの KOTA。よし、はい、いた。これはライドラプラスのタルトリルネで、あ、相手ロイジェですね、珍しい。ロイジャイファルチですね。まあ、今、エリゴレ僕出してないけど、相手エレキもいましたね。まあ、エレキもいたけども、後ろスパーキー最強説もあるけど、メガゴ来てるんで、まあ、空に対応できるユニットから合わせていきつつ、これゴボウ利用にベビドラ出して、まあ、右サイドにスパーキーですかね。で、ライティニングだったんで、あ、そう、ライティニングはね、
ワンチャン環境来るんですよ。今この僕の相手ライトニングなんですけど。で、これエレキの一発とライトニングとかで相手はワンチャン処理しようとしてきそうなので。いや、これちょっと厄介ですね。ライトニングが。ライトニング打ったらライドラを出したいんですけど。ファルチとね、そう、ライドラがね、ライトニングに弱いんですよ。ライトニングね。よいしょ。あ、プッチョー、あ、頑張れよ、もうちょい。でもこれ、相手ライトニング打ったっていうことは、これもう止まんない。来た、パーティー。あー、ちょ、申し訳なくなるけど、ですね。まあ、そんなことは思ってもないこともないけど。いや、マジで、これやばくないですか？プッチョー、行け。ワイのプッチョたち。相手はそう、エリゴレ使わずにね、頑張ってますね。なんですけど、こうね、甘いですね。もうね、そう、無力。かっこいい、もうマジで。エリゴレを使ったものこそが正義といいますか、まあ、勝者こそが正義ですから。でね、うちの KOTA が言ってたんですけど、マジで。これ、えぐいですよね、こいつ。こいつじゃね、いや、エリゴレね。エリゴレね。エリゴレね。はい。というわけで、パーティータイムですね。これもうライトニング来てもどうぞみたいな。はい。よいしょ。エレキをも突破してしまうカードパワーたち。いけ！はい。はい。まあね、最後はね、スタンプでコミュニケーション取りたいなと思います。ピッピッピッ。というわけで、脳死でね、12勝できました。あ、フチパイセンがエリックスアフゴリムくれた。優しい。ちょっと優しいところありますね。ちょっとだけね。はい、というわけで、まあ、ウルトラはね、乾燥してるんで何もいらないですね。よいしょ。というわけで、こちらね、こちら、新エリゴレデッキですね。今、環境に増えてます。まあ、ライトニングが唯一弱点かなってところはね、なんですけども、ライトニング打つ場所が多すぎるんですよ。なんで、ライドラとファルチェに、同時にね、ライトニング打たれると逆にね辛いんで、まあ、ここライトニング打たれたらファルチとかライドラ出すか、まあ、どっちかですね。ファルチとライドラを一緒に出しちゃうとライトニングで DNA でいかれちゃうんで、まあ、ライトニング打たれた後に両方出すのはいいんですけど、まあ、ライトニング相手が打ってない場合は2枚ね両方同時には出さないようにするとね、どっちか常にこう出していくと相手はライトニング打ってもどっちかいるって感じで、なんとかなります。はい、というわけでこちらね、とりあえず2円で使ってみてくださいという感じでした。今日ね、うちの KOTA のね、ちょっと口が悪かったんですけど、そこはね、勘弁してくださいということで、今日こんな感じで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。まあ、今日かね、明日になるかわかんないんですけど、マジで世界一のね、まあ、世界一、まあ、日本では一番、そして世界でも、まあ、トップの人とのね、BO3 動画出すんでね、そちらもね、楽しみにしておいてください。では、お疲れ様。